敵なことがきっと起きる。新しいあなたに Dream Come True。 さあ着物で広がる夢、心躍る江戸の息。よしえと宮子の大江戸八百夜長和装備情報局。和装備代表の林芳恵と申します。よろしくお願いいたします。水しぐさ伝承普及員をしております一戸宮子です。よろしくお願いいたします。もうやはり ね、 素敵でね、8月ですので、まあ炉の着物で訪問着を今日着てまいりました。涼しげですね。涼しげに、はい、着てまいりました。そして帯はそうですね、夏帯の黒帯でございます。私も炉の着物なんですけど、まあちょっと夏だからといってもこの黒いのをまた着ているというね。帯も炉にして、あ、炉じゃない、そう、炉ですね、炉にしてみました。素敵、こんな感じです。涼しげですね。ありがとうございます。はい、やはりあの夏のね着物ですと、うん、もうこの辺汗がね、ね、汗というか首のちょっとこうしますやっぱり、うん、それでお手入れね、みやこちゃんはどんなふうにお手入れしてます？そのまま吊るして風に当ててみないかなそう、私はね夏に限らず必ずもちろん吊るします、うん、そしてね熱いお湯をね綺麗なもうほんとこうタオルで絞って必ず襟元とか、ね、そしてもちろんこの袖口であったりとか、うん、もう全体のほこりをもう取って、うん、そして吊るすというのが、うん、あの特にこの夏はお手入れ、うん、あの汗染みが ね、 大丈夫だと思ってもね、あの後から出てくるのよね、黄色いなんかこう、あの汗染みっていうとちょっとね、うん、後ろここにやっぱり自分の汗のねこう塩っていうの、うん、白っぽいのがね次の年になるとお手入れしていないと、ね、特に黒い着物はねシミになるんです。そうなの？はい、時々、ね、どなたかのお着付けをするときにみたいな、そういう時がありますので皆さん気をつけてください。では始めましょうか、はい、大江戸八百夜長和装備情報局。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。春夏秋冬四季折々の和の魅力をたっぷり満載。着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。今月花咲く8月は葉月でございます。ここに書いてある通り、やっぱり大好き、心がときめく本場大島紬でした。はい、どうですか、みやこちゃん、ずっとね、ひっきりなしに見てますけど。そうなのよ、大島紬いいのよね。雨の日もいいし、夏は涼しいし、なんですけど、本物は高い。高いけど、やっぱり1枚は皆様ね、うん、持ちたいかな、持っている方たちも大勢いらっしゃるかと思います。でね、一番ね、この花咲くの中で、一番分かりやすいところはこの彰子で知る大島紬っていうところなんです ね、 うん、あのいろいろな大島紬もね、いろんな彰子がございますので、ぜひとも騙されないように。そうですね。で、私のコーナー着物の髪型、私のヘアスタイルを教えます。今回は須藤恵美さんにですね、ご紹介をさせていただきました。まだまだたくさんのですね紹介がございます。ぜひともこの花咲くをお求めをいただきたいと思います。はい、葉月、8月となりました。あれあれと思いながら失礼の中にごそっと出させていただきました。はい、今回のおもがしは紅花でございます。毎月嬉しいな、うん、ね、うん、今
回の出題に関しては、はい、風鈴、ね、この音色の奏でる音がまたいいですよね。そして今日はこのように朝顔の雰囲気、花火、それからこちらも金魚のですね、はい、持ってまいりました。打ち水、皆様されてますか？玄関だからしてないかな。あのマンション暮らしの方はね、で私ね、あの自由が丘のエンジェルガーデンで占いをやらせていただいてます。で大体もう1階ですから、いつも打ち水はしてます。そうするとね、道行く人がね、涼しいって ねやっぱり一瞬温度下がりますもんね、うん、で銀座でも、うん、それから丸の内でも、うん、これから打ち水、うん、なんか千人っていう、ね、イベントがありますから、うん、あの夏の過ごし方って、あの美恵子ちゃんのところはどんな風にされてます？はい、自宅もそうだし、あのベランダのところにもうすだれつけてますよ。こういうなんか釣りしのぶっていうらしいんですけれども、うん、朝顔をねやはりこう植えてこう釣るような感じにしたりとか、で場合によっては花氷を作ったりとか、うんうん、まあ、ゴーヤ流行ってません？ゴーヤ、ゴーヤもね、私、ね、うちはね、あのそうさっきおっしゃった朝顔、朝顔ね、うん、朝顔いいよねって結構ね9月までね持つのその朝顔って ね、うわー、やっぱりそうやってね量をしのんで皆様も工夫をしていただきたいと思います、はい、それでは今月の俳句コーナーです。考えてきました？はい、はい、ではまず私から一句ご紹介したいと思います。夏の季語カンナというのがあります。このカンナを使いまして、人知れず休暇を守るカンナか。うわー、なんかとても涼しげに感じました。そうですか？はい、どういう意図？カンナっていうのはあの赤い花なんですけど、赤い花、昔は本当に線路脇だとかあの道端にあったりとか、本当お庭に咲いてたりとかってしてたんですけど、そういうのがなくなって、やっぱり人知れずその、まあ、旧家というか昔の田舎の古い家、誰もいないようなところでもカンナだけはしっかりと咲いてて、それを守ってくれてるよっていう、そういう光景を想像していただけるといいかなと思います。じゃあ、はい、吉江ちゃんは？では私です、私の季語はあの花火でいいでしょうか、うん、はい、はい、ワクワクとドーンと上がる花火かな。ワクワクしたのね。そうですね、花火見てワクワクしない人はいないと思うけど、さらに何かいいことがあったのかな。花火っていうのはやはりもうドーンとね、うん、やっぱりそう言ってあのその後があれっていう、なんかそういった気持ちになるんだけれども、うん、その残ったところの深みがね、とても私の中で今一番ワクワクとする意味なんですけれども、念ずれば花開く、これ坂村新民さんのね、あの言葉なんですけれども、常に心の中で自分がこうなりたい、こうしたいっていうのを常に思っていることがあるんです。気がつくとそれが向こうからやってくる、やっぱり花火のようにドカンとやってくるんですよ。だからそれをね、その後に掴むっていう、掴むだけじゃないのよ、それをどうやって活用するか、それにね、ワクワクしながらそれをどうやって掴むかっていうのでね、今回の季語に花火とさせていただきました。素晴らしい。本日ご紹介する江戸しぐさは束の間付き合い。難しいですね。難しいですか？はい、誰かと会ったらご挨拶をするとか、ちょっとお声掛けをするとか、ほんのちょっとの束の間でも、きちっとそのお付き合いをしたいなっていう、うん、そういうことです。で、江戸っ子は人皆仏の化身っていうふうに、ん、自分で自分のことを言っていて、周りの人みんな知ってる人だよっていう、こういう気持ちをずっと思っているんですね。はい、今自分自身みんなそういうことを思ってると思うんですけど、なのでその束の間、ちょっとそこで会った人にもちゃんとご挨拶をしたりとか、うん、軽いお話をするっていうのが束の間付き。それって外国人上手ですよね。確かに。エレベーターで会うと、ハイとか、ビューティフルとか、もう普通に言ってくれるじゃない。で、ちゃんとレディーファーストもしてくれるので、江戸しぐさって外国の人から教わった方がいいかもしれない。もう一言ね、暑いですねだけでもいいし、うん、
元気ですねだけでもいいですよ。でその後どこ行くんですかとか、その何やってるんですかとか、そういったねプライベートに関することは聞かないんですよ。つかの間付き合いというか、そういうのはもうちょっと仲良くなってくださって、それがつかの間付き合いです。はい、皆さんも人に会ったら知らない人でもちょっと声かけてあげてください。株式会社 PR 現代のヒルズから私幸せジュエリー占いを担当させていただいております。それでは今月も、はい、お願いします。はい、今月は金運占いで、1月はガーネット、通販やテレビショッピングで欲しいものが見つかります。金運 OK ですよ、買っていいんですね。2月生まれアメジスト、金運が大吉、それは入ってくるっていうことかな。3月生まれアクアマリン、夏の味覚を取り入れることが金運にいいです。スイカとか食べていい？いいね。4月生まれ、これ私はダイヤモンドなんですね、うん、品格のある行動を取ることが金運につながります。はい、お手本にさせていただきます。5月生まれエメラルド、これはねショッピング運が好調だから、ね、バーゲンで掘り出し物があるという、うん、当たるかもしれない。見つけられるのね。6月生まれパール、これは遠方にいる親類であったり、うん、家族とのコミュニケーションを取ることが金運につながります。はい、お土産持って田舎に帰ってきました。7月生まれルビー、これは自分の殻を打ち破ること、一歩前へこう踏み出して。8月生まれペリドット、手先を使った趣味、これで自分のストレス解消になる、それが金運につながるし、8月生まれだよね。手先を使って何かしないといけないよね。では9月生まれサファイア、これはね預金高をしっかりと見つめ直してみましょう。通帳こうやって毎日こうやって見ててよ。そう。では10月生まれオパール、これはお世話になった人に贈り物を贈りましょう、うん、はい、多分お中元は送っていると思うけれども、うん、残暑見舞いで。11月生まれトパーズ、副業に力を入れてみましょう、うん、そう、やったことない人でもね、アルバイトでも副業でもやってみましょう。では12月生まれトルコ石、これは継続は力なり、これは私たちの大得意よね。本当にそう思います、うん、今月も金運に皆様もですね力を入れていただきたいと思います。私たち自分ゆい大江戸和神学会で盆踊り大会に、やります。でやると言ってもね、この前日本橋の和の祭典で盆踊り、随分踊りましたよね、はい、でやっぱり盆踊りあれだけ練習したからには、やはり皆様の地域へ行きまして盆踊り大会で私たちで参加したいと思っております。まず8月3日の金曜日、浜町の温度の盆踊り大会がございますので、8月3日浜町公園にもおります。8月4日は土曜日、これはですね自由が丘駅前のロータリーでもやっております、うん、で次が8月の24、25日、これはですね浜町大江戸祭り盆踊り大会というのがございます。こちらではもしかしたら櫓に立つかもしれません、うん、ね、はい、楽しみですね。浜町美人音頭も踊ります。でこの和神、今日もね私たち和神になってませんけれども、ぜひとも皆様日本神をしたい、みんなと一緒に踊りたいということがございましたら、和装備で検索をしていただけたらですね、和髪を結いて、そして浴衣もお着付けいたしますので、みんなで盆踊り大会に参加していきたいと思います。ご応募お待ちしております。楽しみですね。私ね昔なんだけど長良川の花火大会を見にみんなで行ったんです。そしたらすごい大雨で、でも私たちは船に乗ってるからいいね。ただやっぱり河原、皆さんの浴衣を着てみんなね座ってて、今か今かと待っていたら雷が鳴って大雨になって、皆さんがどーっといなくなって、で晴れた頃に花火大会鵜飼が始まりました。もう皆さんびっしょりでした。そんな思い出もありました、まあ、さまざまな花火大会の思い出もあるかと思います。今日もですね最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回までごきげんよう。着物で